Spinner。 おはようございます、ケリーアンです。2月6日火曜日、世界で今起きていること。注目の痩せ薬のメーカーがさらに製造拡大を目指しているようです。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。ノボは痩せ薬の生産拠点を拡大する。デンマークの医薬品メーカーノボノルディスクの親会社ノボホールディングスは、医薬品受託製造のキャタレントを165億ドルで買収することで合意しました。またノボノルディスクはノボホールディングスからイタリア、ベルギー、アメリカ・インディアナ州にある3つの製造拠点を110億ドルで買収すると発表しました。これにより需要が急増する肥満症治療薬ウゴービと糖尿病治療薬オゼンピックの生産能力を拡大していく予定です。 Paytm の株価が急落。インドのデジタル決済サービス Paytm は、取引の処理を行うペイメンツバンクが当局から実質的な業務停止命令を受けたことで、株価が1日から週末を挟んで3日間続けて連日 20% 近く落ち込んでいます。市場評価額はすでに25億ドル、日本円で3700億円以上も下落しました。5日には当局がマネーロンダリングに絡んだ捜査を進めていると報じられたことで、状況はさらに悪化しています。 Paytm はフォンペや Google Pay と並ぶインドのデジタル決済大手で、ソフトバンクが出資していることでも知られています。今度はスナップがレイオフを実施する。 Z 世代を中心に人気を集めるソーシャルメディアスナップチャットの開発元であるスナップが 10% の人員削減計画を発表しました。レイオフの対象となるのはおよそ500人以上に及びます。スナップチャットのデイリーアクティブユーザーは2022年には4億を超えています。メガネ型のデバイスやドローンなどハードウェアへの投資も盛んに行っていましたが、その後ドローンについては製造中止となり、発火の危険性があるとしてリコールにもあっています。スナップはこの人員削減が自らの成長を支えるために必要な措置だと説明しています。サムスンに明るいニュース。ソウル中央地裁はサムスン電子会長のイ・ジェヨンに無罪判決を言い渡しました。イ・ジェヨンはサムスングループの経営権継承を有利に進める目的でグループ企業の株価を不正操作したなどとして資本市場法違反と業務上背任などの罪に問われていました。イ・ジェヨンは当時のパククネ大統領側に賄賂を渡した罪などで起訴され、2021年1月に実刑判決が確定。その後仮釈放され経営に復帰していました。今回の無罪判決でイ・ジェヨンはひとまず再び収監される可能性を回避したことになります。最も長いワールドカップのスケジュールが発表された。 FIFA 国際サッカー連盟は2026年に開催されるワールドカップの試合スケジュールを発表しました。7月19日に行われる決勝戦はアメリカ・ニュージャージー州のメットライフスタジアムでの開催となります。2026年のワールドカップは史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催となっており、6月メキシコで行われる初戦を皮切りに、選手たちは全39日間の日程で各国16都市のスタジアムを走り回ることになります。ワールドカップの開催は2026年とまだ先ですが、楽しみですね。今から注目している選手、国はありますか？ SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。ケリーアンでした。 Have a nice day!